巨人に助けてもらうだと、そんな夢みたいな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。あの巨人についてどこまで知っているんだ。助かってからでいいだろ、そんなこと。そうだ、まずは助かってからだ。あの巨人を援護するか。正気かよ。巨人を助けるだと。あの巨人すげえな。何を助けるって。ミカサ、早く逃げないと。あの巨人、あの巨人の謎を解明できればこの絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、
エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。これをエレンがやったってことか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。何なんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。アルミンがもしここで
中東兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ！私はトーニー！人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士！その信念に従った末に命が果てるのなら本望！彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません！人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます！うっ！予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令！お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。やったな。
こいい人いないかな。ほう。注文！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため、大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の砲撃で倒しやすくなる。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。この作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。
うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。物資を運べない。お前通り。やったぞ。僕を倒せた。負けるもんか。やったぞ。もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。僕には倒せた。救援要請だ。今ならやれるはずだ。倒すしかない。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。分かった。深淵弾だ。助けないと。やったぞ。怖くなんかないぞ。回った結果がこのざまかよ。やったぞ。行くよ。できた。もっと頑張らないと。エリアが死なれても困るし。やったぞ。兄、なぜここに。やったぞ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。分かった。
助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。やったぞ、今ならやれるはずだ。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておく。の周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エレン、あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。
人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、私が分からないの。避けろ。